山本さんのご自宅に突撃企画、はい、兄ちゃん、兄ちゃん、おざす。あ、ちょっとどうも、かさこです。さあ、今日なんですけども、極楽とんぼ山本さんのご自宅に突撃企画来ましたね。はい、まあ、極楽とんぼ山本さんと言いましたが、うん、まあ、ケイチョンですよ、はい、ケイチョンチャンネルのケイチョンの自宅にちょっと突撃しようかなと思ってます、うん、まあ、これなんでかと言いますと、もう皆様ご存知の通りですね、うん、まあ、おそらくこの動画が公開される頃にはちょっとラグがあるんでね、はい、いや、まあ、もう遅いって言われるかもしれませんけども、改めてね、うん、ケイチョンさん、ご結婚おめでとうございます。本当におめでとうございます。素敵な奥様と、はい、ね、西野美希さんとこう結婚されたということで、うん、やっぱりさ、お祝いしに行かなあかんのちゃうっていうところよね、はい、っていうのもですね、まあ、過去に今サムネ出てると出すと思うんですけども、もうケイチョンにやられまくってるやん、はい、まあ、大きく言うと2回、バンバンって2回目なんかマッコイさん連れてきたんやから、はい、知らずにね、うん、まあ、なんでそれが成立したかって言ったら、うちの木島君マネージャーとケイチョンのマネージャーがズブズブなんですよ、はい、だからそこでバレて、まあ、やられてたと、うん、もうこれはこのタイミングしかなくない、うん、確かに行くとしたら、うん、ほんで今回もうちょっと木島君にお願いして、もうそのケイチョンのマネージャーとズブズブやから、うん、聞いたらもう手に取るように分かるんでしょ。はい、そうそうそうスケジュールが、だから今日ようやくスケジュールが分かって、僕のスケジュールと合ったんですよ、はい、今ケイチョンは聞くところによりますと、もう仕事が午前中午後帯で終わって、今ちょっと夜なんですけど、うん、にもう今必ず 100% 今家にいるという状態です、はい、うん、ただ、うん、1個問題なのが、奥様がいるかどうか分からないのよ。あー、なるほど。そう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 、追ってほしいな、うん、まあ確かにね。せやな、うん、まあ追ってくれたら追ってくれたで、いらっしゃったらちょっと交渉して出ていただけるかっていうのはちょっと聞かないといけないけども、はい、まあ、追ったら最高よ、うん、ちょっと僕は初めての突撃なんで、はい、ちょっとドキドキはするんですけど、楽しみよね、うん、お祝いをちょっとしに行きたいなと思っております、うん、そして、ケイチョンがね、いつも僕と僕のこの事務所にこう突撃するときにいつもなんか持ってはるやん、うん、なんか水クリスタルガイザークリスタルガイザーみたいなことを言うてなんかいつもバーンやるやんか、なんか持ってきてるやん、うん、でこれはやっぱり我々もなんか用意せなあかんなと思って、うん、僕ちょっと今回用意しました、はい、でも同じようにね、例えばボルビックとか、うん、ボールが持っていってもちょっとそれは違うかなと思ったので、うん、まあ、やっぱ僕的にちょっとメッセージ性もあると言いますか、はい、何を持っていくかと言いますと、やっぱケイチョンさんってもう言うていい年やったりするやん、うん、で結構ちょっとふくやかやったりするやん、うん、で我々最近ちょっとダイエット企画やったでしょ、はいはい、でなった時にちょっとスイッチ入っちゃってて、うん、もうちょっと引き締めた方がいいんちゃうかなと思ったんで、うん、こちらですね、はいはい、これ持ってきます。大量のプロテインです、はい、これをちょっとプレゼントしようかなと思って。多いね、また。これちなみにあの T.I. ハビットさんのプロテインで作られてるんですよ、はい、俺らずっとこれ飲んでたやん。飲んでますよ。めちゃくちゃ美味しいのよこれ。めっちゃうまい。だからこれ大量にちょっとケイチョンにぶつけてこようかなと思って喜んでくれるんちゃうかなと思ってますけども、うんうん、行きますか。じゃあ早速どうすか。この後ちょっとね、もう確実にケイチョンがいるらしいんで、はい、とえご自宅突撃企画なんでチーム全員で行ったら多いんで、うん、これちょっとまあちょっと少数精鋭でちょっと行きたいなと思いますんで、はい、早速ではケイチョン宅に行きますか。はい、はいはい、というわけで本日もお願いします。さあ、というわけで、はい、ケイチョン宅に到着しました。やったー。ちなみにですね、はい、今もう上に上がってきたんですけど、はい、あのご紹介していいですか、はい、木島君と、連絡ズブズブの大谷マネージャーです。はじめまして、大谷です。ケイチョンさんのマネージャーさんで、はい、今回協力してくださって上まで上げてもらいました。はい、今、ケイチョンって仕事をしてたんですか。あ、今、もう自宅で、あの、茶葉で松本ディレクターが、はいはいはい、来て、あの、打ち合わせをしています、今。あ、はい。え、じゃあ松本、茶葉さんがいるんですか。います。あら。あ、そうなんですね。まあ、おもろなりそうやな。そうですね。なるほど、なるほど。すいません、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あの、こんな時に言うことじゃないかもしれないですけども、もう僕のスケジュール、木島に言うのやめてもらっていいですか。交渉をちょっとしたいなと思ったので、そこはもうやっぱりズブズブですか。ズブズブなんで、すいません。これどうにもならないですね、じゃあ。これはもうどうにもならない。なりませんね。あざっす。あざっす。じゃあちょっと、はい、早速行きますか。早速ですね。これですよ。これですね。ではでは。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。はい。兄ちゃん、兄ちゃん、
おざす。あ、ちょっと。あ、あ。違われた。おざす、おざす。おざす、ちょっといいですか。おかしいと思ったよ、今。はい。だから、モニター見たら。はい。赤のジャージがちょっと見えた。とりあえず山さん、ご近所のこともあるんで。分かった分かった。ちょっと中に騒ぎますよ。ちょっと待って。いろいろもろもろあるから。すいません。ちらっと映ってたんですね。あと、マジでリアルは。すいません、おざます。おざます。おざます。ちょっといいですか。中に。すいません、あんまりね、うるさくしたい。うわ、すげえすげえすげえ。ケイチョン達也、ケイチョン。なんなの。いや、とりあえずちょっとお邪魔します。失礼します。もうね、もう大体はね、もうケイチョンさんもプロやし、わかるじゃないですか。はい、いや、ちょっと今日はね、はいはい、だって俺別に今一人じゃない。だって今松本とかいいんだよ。あ、それ聞きました、聞きました。聞いた。はい、聞いたんですけど、とりあえず、あ、茶羽さんもいらっしゃいますよね。いるいるいる。まあまあまあ、まあ、ちょうどいいよね。はい、ちょっと何がいいの。何がちょうどいいの。ちょうどはよくない。ものものちょうどいいですよ。あ、茶羽さんや、おざます、おざます。おざます。おざます。おはます。今日はちょっといろいろまだあるから、なんなの。とりあえずこれ、これをちょっと、なんなの、ちょっと待って、これがなんなの。ちょっと待って、ちょっとこれはなんなの。なんだよこれ。なんだよこれ。あー、ちょっと待って、何これ。バラバラになってもんだ。何なのこれ。え、何なのこれ。これあれですよ、山さん。何これ、何この機械。何これ。これは、あの、プロテインです。プロテイン、何のプロテインこれ。これは何なのこれ。やっぱり手ぶらで来るのもあれかと思いまして、まあ、山さん、ケイジョンっていつもクリスタルガイザーでしたっけ。まあクリスタルガイザーをね。まあやりますけど、はいはいはい、お礼で私はいつも持ってってるだけですから、はいはいはい、ご迷惑をおかけするために、はい、持ってってるわけじゃないです。これだってご迷惑でしょ。これ、いや違います、お礼です。何なのこれだって。お礼プラスお祝いです。え、まずはご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いや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 、まあまあ本当におめでとうございます。まあまあ誰しもさ、人生一度は結婚するわけじゃない。いや、まあそういう方が多いと思います。たまたま今回ね、こういう形になったっていうだけですから、どうもありがとうございます。本当におめでたい。ありがとうございます。そしてそんなケイチョンさんに一番今お祝いとして持ってきて、一番刺さるのがこれだと思いました。プロテインです。やった、ありがとうございます。ちょっと待って、喜んでいただいて、ありがとうございます。プロテインこんなにさ、これ何のためのプロテイン。だってプロテインってなんか鍛えてたりいろいろする人たちが飲むことによって効果があるんでしょ。私何もやってないですよ。ちょっと情報浅いっすね。何にもやってないのに、こればっかり、このばっかり、このばっかり。そんな伝え方が悪いわ。山さん、山さん、家にこんないっぱい粉持ってたら勘違いされたりしますけど、こういうご時世ですから。これに入ってたら大丈夫ですから。大丈夫。透明のビニール袋とかに入ってたらちょっと怪しいですけど。大丈夫なんです。全然大丈夫で、ちょっとね、情報が浅すぎる。ちょっと待ってください。だから何だよこれ。だって知らないもん。鍛えてないですもん。そんな、何かあなたたちやってるんでしょ、いろんなこと。よくご存知で。僕らね、ちなみにトレーニングも終わったんですけど、うん、僕らもちなみにケイチョンさんのレベルだったんですよ、その情報量が。どういうこと。要はプロテインは動いてる人しか飲まない、意味ないみたいな。そうそうそう。そんなことないんですよ僕は。じゃあいいっすか。何よ、じゃあいいっすか。いいよ、じゃあ言って。何っすか。何、まず心配なんです。心配。何歳ですか、ケイチョンさん。54ですよ。まあお元気ですけども、うん、まあ、体型的にちょっと丸みを帯びられてるじゃないですか。まあまあそうですよね。54にして168センチの、まあ101キロから2キロをうろうろしてる感じ。まあお笑い芸人として一番面白いフォルムなんですけども、お笑い芸人としては。でもやっぱりご結婚されたということで心配なんですよ、僕の中で。体調だったりとか、うんうん、で
別にプロテインを飲むと痩せるというわけじゃないんですけど、そうでしょ、プロテインっていうのは皆さん勘違いされてるのは、うん、これ飲んだら筋肉つくみたいな、うん、そういうイメージで飲まれてる方もちろんそれもあの嘘ではないんですけど、うん、いつもの食生活だと実はタンパク質不足気味になるんですよ。へえ、そんなことない。だって俺卵大体1日3つは食べますよ。足らん何が足らんのよ。卵とかでしょ、卵、肉、はい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 、魚、そういうものじゃないの、はい、そういうものなんですけども、意外や意外足りないんですよ。この量ってどんだけのタンパク質が入ってんのこれこれちょっと量的にさあなた方がさ、ね、いっぱい体が出来上がって、はい、終わった後に余ったやつを持ってきたとしか思えませんよ量的におかしいでしょ。ケイちゃん、それはちょっとほんまにショック。これだって一人が何がですか、今日のために買いましたから結構高いです。お前、あまりもんじゃないです。これちなみにな、はい、クリスタルガイザーに比べたら、うん、全然これ全部で6万円以上しますから。えガチで今日の日のために、当たり前じゃないですか。そんな失礼なことしませんわ。これ新しいもの。ほんまにこれ6万円ぐらいするの ?1 個大体6000いくらなんで、10個持ってきたんですよ。うわ約2年分あります。2年間じゃあ、これだけでタンパク質を補えるだけあるの？全あります。じゃあもうこれはいただくもんでいいっていうことですか？もうこれはちょうどいいじゃないですか。家にクリスタルガイザーめっちゃあるでしょ。まあガイザーはありますけどね。ガイザーあるでしょ、いろんな味あったりしますから。チョコレート、ほらチョコレートとか。あ、この中でも味がもう今分かれてんの？ほらこれだってここに書いてます。書いてるでしょ、これチョコレート。あ、だからストロベリーとバナナと、はい、バナナバナナとストロベリーとチョコだ。そうですね、この3種類だ。この3種類で、なんだって。あー、チョコが4つだね。だからチョコがちょっと多めなんですねで、バナナが3。あー、そうだストロベリーが3。ちょっと待って、バナナが3、ストロベリーが3、チョコが4。だからチョコ1個多めということは、チョコがおすすめだっていうことですか？バナナですね。なんでチョコやじゃんバナナか、バナナか、お前バナナか、お前チョコ4 やっぱり、山さん、やっぱり在庫状況ってあるんだ。あ、なるほどこれをお願いした時に、あのジムなんですけど、ジムサイトもひっくり返してたんで、なんで急に10個も買われんの今在庫これしかありませんが、ただ、好みによってはチョコの方が好きって言ってる。僕はあくまでも僕がバナナ好きだけであって。なるほど。だから女性とかにもいいんで、このプロテインっていうのは。奥様とかにも興味もしあったら、うん、奥様とも飲めるわけじゃない。いやー、でも奥さんだって今日あれだったもん、今日。え？いないもん。奥さんいないんすか今日？そうそうそう、今日たまたまちょっといない。だからもうタイミングがやっぱりちょっと違うよね。だからいればまたこの話になるかもしんないけど、いてほしかったなあ。それは残念ですよ。だからしょうがないです。奥さん分かんないです。今日はまだ仕事でどっか行ってますから。聞いてないですか、そういうの。何がですか？奥さんどこに仕事行って。いや、今日は朝も早からなんかロケに行って。何のロケですか？お昼なんかやってるやつですよ。チョコがそうか、4か、ね、ストロベリーが。これ偉いもんで俺鼻聞くかも。え、いや、本当に今日はいないですよ。ダメです、本当に。本当にお前やめる。今日いないんだよ。俺ちょっと今逆、ごめんなさい、逆鳥肌、ごめんなさいね、いろいろ今ちょっといろいろ言葉にはしてないですけども、逆鳥肌が立ってます。おそらく、うん、今いますね、どっか本当にいない。だからな、松本もだからそう、いないから。松本がな、松本な、えこれごめんなさい。え、ちょっと先これだけいいですか？何ですか？はい、何ですか？まあいないと思うんすけど、はい、いないと思うんですけど、うん、今後のお話でもいいんですけど、はい、奥様が対策チャンネルに出演するっていうのは ありなんですか？それは全然、だって事務所は違いますから、はい、ツインプラネットさんの方から言って、はい、本人が OK だって言ったらいくらでも構わないと思いますよ。ほんまですか？全然、それは。わかりました。じゃあ僕はまず今旦那様である、はい、ケイジョンさんからご了承いただきました。はいはい、はい、で、まあそこから先はちょっと事務所さんとも会話ながら。そう、そうなりますよ。うちは吉本ですから。そうですね、まあ大谷までのところですね、はいはい、だからツインプラネットさんになるとまたちょっとね、そういうのがまた別の事務所になりますから。うちらだけはね、このそうですね、吉本同士ですから、はい、吉本同士でいろいろねやることには構わないですけれど
何ですか。あれ何、ああ、あれちょやっぱりあれあれでもなんか思ってたのと全然違う。ちょっとそうっすね。あれちょっとどういうこと。じゃ今今茶羽さんがここでこうしてたんですよ、はい、だから俺怪しいなと思って来たんですよ、はいはいはい、あれちょっとほんまに意味が分かんなくて奥さんが呼びます。え呼びますか。はい、えどういうこと。えおーいおーい、はい、あ、かくちゃんです。お世話になります。うちの社員です。松本のところの社員のかくちゃんです。あ、かくちゃん、はじめまして。はじめまして。あ、一度、去年の4月に一度だけ。あ、その時に一緒に、はい、はい、どうもです。はい、かくちゃんでした。かくちゃんは何も悪くないんですけど、はい、今、かくちゃんじゃないんですよ。だってね、なんか女性を探してるような雰囲気だったから。女性、女性、女性だから女性がね、奥に立ってたっていう。かくちゃん、ほんまごめんなさい、かくちゃん何も悪くない。ただ、本当にかくちゃんじゃないんですよ、今。今、かくちゃん求めてないんですよ。でも、あーみたいな顔したから、あ、これでいいんだと思って一回閉めましたけど。かくちゃん、なんの暗闇で後ろに暗闇で見ないとね、わかんないですから。何があの、スマホの画面が。かくちゃん明るいところで見るとね、この照り返しで。照り返しえ、どういうこと。暗がりの方が見やすいから。なんでマジで今、どういうことっすか。僕と、何どこっていうの。まあ、そうそうそう。あなたが勝手に勘違いしたと思うんだよ。わかった、もう全部、俺、鼻ええわ。何がよ。全部、茶羽根が考えたことある。あなたが勝手に、あなたが勝手に。すごいっすね、あうんの呼吸が。どうしたらロケーションだぞ。違うのよ。そしたらなんか鼻聞いたって来るから。違う違う、俺全部分かった。こう、うわっ、もともとめちゃイケイズムやからえげつないのよ。だから山さんもちょっと焦ってたやん、ぶっちゃけ、うん、で、うわ、これ奥さんに会えるかもしれないっていうノリを茶羽さんの鼻が聞いてやな、はい、多分かくちゃんスタンバイさしてほんでこうやってやってたんや。それはそっち側が勝手にそう思っただけで。何がかくちゃんだったらダメなの。かくちゃん、ダメよ。かくちゃん、ダメようがないだろ。かくちゃん、一生懸命頑張ってんだから。かくちゃんが必要な時はまたかくちゃん、呼びますから。ああ、はいはいはい、わかりました。だって奥さんやと思ったもん、マジで。いやいや、それはもうだってもう、だからもう今日いないもんね。今、視聴者さんもおそらく、ああって。そうっすね。これは見れるって、奇跡ってなって、かくちゃん出てくるんだもん。ちょっと、かくちゃんなのってなる。だから誰か見たいのかなと思ったから。誰か見たいのか言ってないんですよ。誰かが見たいんだろうなって。誰かが見たいのか言ってないじゃないですか、俺は。奥様っていらっしゃったりしますかって。いや、まあだからそれはいずれか。じゃあ待ちましょう。え、じゃあ待ちましょうよ。じゃあ帰ってくるまで。本当にいないですか。いない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 から。他の部屋も見ていいですか。じゃあ他の部屋とかはだってもう今見てもダメでしょ。だってそういうのはそういう時間じゃないから。時間どういうことですかそういう時間。落ち着こうや。落ち着けばいいじゃん。いや、こっちのせいでだからいないから。今日は今日はちょっと今日ちょっと待って、ちょっと待ってなんすか、なんすか。ちょっと待ってえ、だ、なんすか。何がいいの。いや、え、だ、どうしたいの。じゃあどうしたい。逆に言われたらどうしたい。ずっとこっちのせいだよ。じゃあどうしたい。こっちのセリフなんですよ、うん、さっき聞いたら、うん、奥様はカジサックチャンネルに出るっていうことは全然それは構いません、うん、私じゃないですから、うん、ご本人が出たいですよね。ご本人が出たいって言うんなら。え、あ、そうですね。それは絶対大事なことであって、うんうん、でもしもいるのならば僕はもちろん出ていただきたいんです、うん、なるほどね。だからご本人が OK 出たいって言うなら私は全然構いません。じゃあ僕が引っかかってんのは、うん、いないって言ってるじゃないですか。いないっておっしゃってるんですけど、わかんないですけど、なんかいる匂いがするんですよ。ああ、そうなんですよね。そうなんですよねじゃなくて、会いたいっす、挨拶したいっす。これは最悪、うん、別に動画カットしてもいいですから、うん、挨拶したいっす。だからもう今のこの流れでいくといるんでしょ。ちょっと待ってくれ。え、マジですか。ちょっと待ってくれ。本当に。ちょっと待って。だからじゃあ、はい、じゃあ本人に聞くでいい。まずいるいないで言うとどっちですか今。はい、いない。
どういうことですかマジで。いないんですか。いる。お前なんでこんな時間に来たんや。あんたがいつもやってることと同じことやってる。分かった。いる。いるじゃやっぱり。会いたいですマジで。いる。ちょっと待って。はいはいはい。聞く。あ、それは大事。うん、聞いて。はい。聞いた方がいいでしょ。それ聞いた方がいい。だって、うん、このままそれは失礼だから。うん。もうそれは本当にお願いします。聞いてください。で、変な誘導やめてくださいね。分かった。変な誘導ね。いるじゃないですか、たまに。出ない方がいいよ、とか。やめとけ、やめとけ、とか。それはやめてくださいね。変な誘導。じゃあ、ちょっと、問いかけるわ。そこ取っていいですか。え？いいよ。問いかける。問いかけるからね。問いかけるだけで、その代わり問いかけることで、やりとりがどうなるか、だけでいい。え、そこ、じゃあ、カメラ回していいですか。声だけならね。声だけならね。それで、OK か。はい。今はやめとくか、はい、で本人にも任すわ。じゃそれは絶対大事、うん、だって今それでいい、はい、急に来たから、うん、そんな急に出てっていうことはもう、うん、そうそうそう失礼なのは決まってるんで、はい、なんかやっぱりねなんか変な顔になってたりとか本人も嫌な時あるじゃないですか。そうですね、それは本当に、うん、のっぺらぼうって出てきたら嫌でしょ。そうですね。出てきて誰か分かんないとかってありえるじゃないですか。ありえるから芸能人の方って。あるそういうの。例えば誰ですかそれ。バカ野郎。バカ野郎。絶対に P だからな今の。意外にしますよ。分かる。ちゃんと P やっちゅってんのに。ちゃんとでもこうねいろいろ作ったらなんかみたいな顔になる。今3回 P 入ってます。意外にしますよ。分かりました。ちょっと問いかけてみますから。それいいですか。はい。嬉しい。嬉しい。え、どこに。こちら。もしもーし。あ、トイレでこっちじゃなかったんだ。ちょっと、ケイちゃん何年目なんすか。30年超えております。30年超えて分かったから。あ、逆に一周して。マジ。もしもし。おーい。お、マジよ、マジよ、ほんまにいらっしゃる。いるでしょ。ちょっと聞いてください、聞いてください。あのさ、うん、今カジサックが来たんだ、うん、で、まあ、カジサックは同じ吉本だからね、うん、まあ勝手に出入りお互いする事務所のこうズブズブな関係っていうのもあるんだけれど、まあちょっとミーの場合はさ、うん、あの、まあ、ツインプラネットさんになったりするじゃない。で、出たくないよね。今の失礼しました。もう我慢できなかったです。もう、ああ、お前、今いらっしゃったよ。見えた。うわあ、今、美しい顔が見えた。映ってないな。こっち映ってないですわ。その前何言ってるんですか。出たくないよね。出たくないよね。おかしい。さっき俺が言った誘導のあの痛いやつです。分かった。じゃあ、いいのあなた。お、いいよって言ってくれてますよ。え、いいんすか。はい、マジですか。おはようございます。あ、じゃあこちらの方へいいですか。ちょ、何してんすか。ちょ、カジサック見てるでしょ。はい、もうこっち見てないから。ちょ、何してんの。ちょ、とりあえずデレデレすんなよって。いや、せっかくなんで。え、西野さん、こう、奥さん、はい、もちろん、来ていただいて。いや、でもいいんだよ、全然気使わなくていいから。逆にいいんですか。もちろん。いや、でもダメでしょ、今日。今もう、なんか、のっぺらぼうみたいな顔してるから。仕事してたんで、メイクめっちゃ綺麗な、もう、メイクもバッチリされてるもん。ほら、いいじゃないですか。ダメ。だってもう、ほんと汚いもんね、今日ね、顔が。ちょ、ごめんなさい、じゃあもういいや。失礼でしょ。そう、失礼やし。え、ごめんなさい、なんであかんの。え、だって、もう、わかったって、もううるさい。え、あっち行ってさ、出すから。あっち行って出すから。じゃないんだよ。そう、ペットじゃないですか。分かった、じゃあいいよ。出れんすよ。いいんだね、いいんだね。いいですよ、逆にありがたいですよ。うわ、すんません、そんな言っていただいたって、もうほんまにもう。まあ、じゃあ分かりました。はい、じゃあ出てもらいますよ。お、すごい。はい、どうぞ。イエス。わー、初めまして。
初めましてですよね、本当にお会いできた。すいません、出るんだったらこんなパジャマでいいや、かわいいな、うん、すいません、ほんまに改めましてご結婚おめでとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。奥様にちょっと一つ聞きたいんですけど、はい、プロテインに興味ってありますか？大好きです。なんであるわけないんだほら、私はもうずっと筋トレとかしてたんで、ほらプロテインはもうずっと飲んできて、ね、マジっすか、はいはい、ちょっとこっち来てください、はい、奥さん、あ、すごい、これ全部プロテイン、わ、最高なんだろうこれ、すごい、タンパク質23も入ってる、そうなんですよ、あ、脂質も 1.5 で低い、あ、めちゃくちゃいい山さん、ほら、これ奥さん、ほんまか、めっちゃいい、めっちゃいい、これだって水に溶かして飲むだけだよ、めちゃくちゃいい、もう山さん、はいはい、全然タンパク質取らないんですよ、ほらだから、うん、めっちゃありがたいです。いや、よかった。炭水化物ばっか取って、タンパク質全然取らないんですよ。でしょ、炭水化物やっぱりばっかり取っちゃうと、どうしても横に広がっていっちゃうんで。はい。じゃあ、なにこれを飲めば本当にスーってなるってこと？いや、これもタンパク質を取るだけ。全然話聞いてないなんでこれ飲むだけでスーってなる？みんな飲みますよ、だったら。でしょあ、でもすごいですね、22も20めちゃめちゃ食いついてめちゃめちゃ食いついてはる、すごい、20以上入ってるって結構すごいんだよ、なかなかあんまりね、何がないしかも美味しいですから、あ、最高ですね、これ水でいいんですか、これ水で十分美味しいです、これ全部飲み終わるのに2年分あるらしい、全然飲める、全然飲める、いやでも2人でガチで飲んだら1年で終わりますよ、だから夜ご飯とかプロテインに変えたら痩せるよ、そしたら、やだよ、夜ご飯プロテインみたいな、深夜に深夜によく隠れ食いをするんで、あ、もう一番太るやつですわ、で、一昨日ぐらいも、はい、お寿司をコースで食べて、はい、夜中の2時半ぐらいに帰ってきて、はい、私が寝てる間に冷蔵庫に入ってた米とお惣菜全部食べた、まあまあそれはだってお寿司ってコースで食べてもちょっと少なく感じるじゃないですか、はいはいはい、なんでそのままお酒も入ってるから、はい、帰ってきたらもっと食べたいっていう気持ちになるでしょ、まあまあまあ人間なりますわ、それで朝もうちょっと、はい、やばい、もう逆流しそうだみたいな、もう愚痴ってますやん、そうそうそう、それで逆流し食道炎、はい、それになっちゃってそれ絶対夜中食べてるからですよねいいですか、お金、はい、何ですか、例えば、今じゃあお寿司食べました、はい、お家帰ってきました、じゃあ何か食べたいな思います、この流れあるじゃないですか、はい、そこも帰ってきてから食べるものをこれに変えてみてください、はい、それをおそらく1ヶ月2ヶ月続けるだけで1、うん、2キロ3キロ痩せます、ほんまに、そこを変えるだけで、あー、食べ物を変えてるっていうだけね、だから、まあまあ、食べ物をね、そうですね、うん、あんまり太りやすいものを夜中に食べるんじゃなくて、これちなみに僕らの中では寝る前が一番いいと思ってて、寝る前にこれを一杯飲んで寝るんですけど、あ、めちゃくちゃいいですね、うん、いいって言いますよね、夜に、そうそうそう、夜に、だそこさえ変えていただけたら大丈夫です、わかりました。じゃあこれはもういただきます。ありがとうございます。やった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 。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいんだよ本当にプロテインは。あと大丈夫ですか、事務所さん的にカジサクチャンネル出ても大丈夫ですか。全然大丈夫です。何でも大丈夫です。嬉しいわ、はい。嬉しい。全然大丈夫です。断りなさい。全然大丈夫ですよ。じゃなくて、なんでなんですか。いやだからね、何でも出るもんじゃないっていうところだって、これね、あんたね、カチャンネルで、あんたね、おかしいっすよ、はい、ちょっと腹立ってきちゃったわ、何がおかしいですか例えばうちに突撃した時に、はいはいはい、そんななんか、例えばうちの嫁さんがいても勝手に通るでしょ、あんた、まあまあそれはそうですよ、いたからね、だって今のはいなかったところを呼び寄せたわけでしょ、いたじゃん、それで言ったら、なんでいたけど、いたけどいなかったじゃないですか、でもこのままいないでスーすることもできたわけですよ、だから、あ、何ですか、俺もう全部分かったかも今、何ですか、俺入ってきた時にさ、はい、一回開けてさ、ちょっとで、ちょっと待ってねっつって、あのなんか空白の30秒ぐらいありましたね、はい、あれ奥さんが閉じ込めたでしょ、そうですよここで松本たちとみんなと喋っててやべえって言うから、ちょっとあっち隠れときなさいって、じゃあすいません奥さん、何がですか、じゃあおかしいよ、何がおかしいですか、なんで隠すの、じゃあそこ入ってくればいいでしょう、はそこも全部入ってきたらもう取られたらしょうがないですけど、そういう時間のね、隠す必要がないって、周りが隠す必要があるから隠したんですよ言った隠したんですよ、ご本人のこともありますから、いや別に私は大丈夫ですよ、いちいち言うなお前も、最高だわ、ダメよそれは、いやでも結果的にこうやって奥様出ていただいたんで、本当にうちのチャンネル的にありがたかったです、いやこちらこそありがとうございます、本当に嬉しいですよ、ほんまに、ありがとうございますね、ありがとうございます、というわけで、もう取れ高十分なんで、これだけ、これだけってどういうことですか、これで終わり、
いやもう十分でしょ、奥さん入れていただいて、はい、プロテインも渡せたし、あー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 、なるほどね、はい、ああ分かりました。じゃあこっからじゃああのケイチョンチャンネル撮らせてもらっていいですか。はい、まっちゃんこっから撮ろうよ。じゃあ俺らまっちゃんって言わないでください。ちょっとね、まっちゃんって言ってるの初めて聞いた。まっちゃん何を撮る。こっからじゃあじゃあチェンジしましょうよ。ケイチョンチャンネルこっから撮りましょう。いけるっちゃいけるんですけど、うん、ちょっとまあ突撃しといてあれなんですけど、うん、実はこの後ちょっと撮影の予定がありまして。何？撮影の予定って。だから改作チャンネルの撮影のちょっと軽い予定があって、うん、ああなるほど。今からまだよそでやらないといけないことは、まあ、よそというか事務所なんですけど。あーあーあーあああ。でもまだ事務所まではまだ すぐじゃないでしょ。そんな5分でも10分でもあるわけだから、じゃあもう今すぐ回せばいいじゃん。今何するんですか、うん、今ケイチョンチャンネルをここから撮りますよ。ごめんなさい、前通って。すみません。何をするんですか。何だからここからも考えるよ。ここから今やるしかないですよ。こっから今。いや全然ね、俺もしあれだったら、いい、はい、ほんまに初めてケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル。すみません、ちょっと今バタバタしてて、はい、それはこれおまけだと思うんですけど、うんうん、変なとこで本編終わったと思うんですけど。そうですね。ちょっと気になる方はぜひケイチョンチャンネルの動画をご覧ください、はい、概要欄に貼っておきますので、うん、あ、はいはい、すみません、これちょっとおまけなんですけど、はい、山さん、うん、こちらちょっとね、今回プロテイン渡させていただいたんですけど、ね、いやいや、ありがとうございます。まあ、お祝いと言いましたが、はい、しっかりとちゃんと準備させていただいたんで、こちら本当におめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。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 これはもう、しっかりとミキが急になんですか。さっきまでそうなんさっきまでそうなんちゃいましたよ。うちのミキ がもう急に夫ぶっちゃって。すんまへんな。すんまへん。そんな関西人違うでしょ。えら、すんまへん。ありがとうございます。とんでもございません。改めて本当にご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いんでケイチョンチャンネル見てください。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。